今日私の方は、ここにありますように、いわゆる BPS テクニックという、先生からのテクニックを聞いたことがあると思うんですが、そのテクニックというのはどんなの、どういうようなやり方でやっているか、そういうのベーシックな話を、交えながらちょっとこう BPS を俯瞰して見ていきたいなと思います。で、ちょっと今日は時間があまりなくて、ね、ざっと今日の項目を示したいと思うんですが、まずはじめに、イントロとしてですね、前部将棋者なぜ難しいのかという話を簡単に、させていただいて、その後その BPS とは何か、そのメリットとはというのは、ステップを踏みながらちょっと見ていきたいと。でそして、こちらがメインになると思うんですが、残り後半でその BPS の手法から学ぶ、次の一手ということで、まあ、こういうところを大事にして作ったらいいんじゃないかというのをいくつか、挙げさせていただきたいというふうに思っております。まずですね、なぜ全部将棋士が難しいのかという話なんですが、一つはやはり機能面から見た難しさがあると思います。全部将棋士が、機能を果たすメカニズムというふうに書いてありますが、非常に簡単でありかつ忘れがちな、前提があります。それは何かというと、棋士というのは、硬い顎骨に裏打ちされた柔らかくて薄い粘膜の上に乗せた一塊の硬い義歯を用いて、それを使ってさまざまな硬さの食品を咀嚼しなければならない。つまりかなりやはりもともと難しいことをやっているという認識が我々歯科医師には必要だろうと。さらに歯科医師側から見た難しさとしていくつか見ていきたいんですが、今日はこの5つをちょっと例を示しながら見たいと思います。まずですね、顎関関係を全て決定する必要がある。一本も、目印になるような残存歯が、ありませんから、もう少し噛み込むのか、もうちょっと後方形上げるのか、もうちょっと左なのか、もうちょっと右なのかというのが、目で見えにくいですよね。残存歯の指標がないので顎関関係を決めるのがかなり難しいというのはよく先生方もご存知かと思います。そしてもう一つちょっと忘れがちなこと、それはですね、28歯すべての人工歯の位置を決めること、そして人工歯の位置だけではなくて、周囲組織の形態も我々歯科医師および歯科技工士が決定して、形を作らないといけないということですね。歯の位置だけでなくて、歯肉の形、歯周の長さ、すべてを回復、リハビリテーションの元となる装置を作っていかなければならない。かなり難しいことだというふうに思います。そしてもう一つ